こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の1月コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今動画を撮影しているのは1月上旬なんですが、今日はですねめちゃくちゃ寒くて最高気温が3度なんですね。まあ、こうなるとどんな着こなしをしようか迷うという男性決して少なくないのかなというふうに思ってます。まあ、1月はですね、一応新しい年の始まりなんですが、これまでの12月の着こなしとはまた1段階変わって、より寒さに対応したような着こなしが大切になってくるのかなというふうに思ってます。そんな1月に大人の男性が今回ご紹介する3つのコーディネートを覚えておけば、かなりですね、簡単に着こなしが完結できるかなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、ものすごく寒がりなので、冬という季節はあんまり得意ではないんですが、その一方で冬というのはですね、重ね着を楽しめる季節でもあるので、ファッションという側面から見ると、かなり楽しい時期かなと思っています。まあ、今回ご紹介する3つのコーディネートは、どれもですね、重ね着をテーマにしたものになってますので、ぜひ皆さんもですね、一つの参考にしながら、日々の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的なコーディネートについて解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目の着こなしなんですが、今回はですねこちらロング丈のコートを主役にしています。以前動画でも解説をしましたグローバルワークと MB さんのコラボレーションのコート、これがですねなかなか良くて、僕は私服としてもですね活用しているわけなんですが、こういったですね、まあ、いわゆるステンカラーコート、バルカラーコートに近いような形ですね、こういった着丈の長いコートというのはまさに1月2月なんかには使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。こちらのコート色はですねグレーのですねヘリンボーン柄なんですが、こちらをメインにしながらちょっとですね、着丈が長くて綺麗めなので、内側にはですね、パーカーを合わせてるんですね。パーカーはフードがつきますので、適度にカジュアルな雰囲気も漂いますので、こういったロング丈のコートと意外と相性がいいので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。そしてその内側にはですね、シャツを合わせてるんですね。ほとんど見えないかもしれませんが、襟元からも少しだけシャツを覗かせて、あとは裾ですね。ストライプ柄がちょっと覗くだけでも着こなしの良いアクセントになるので、僕はですね白シャツを重ねることもありますが、こういったストライプ柄を合わせることもですね結構多いんですね。ちなみにこちらのシャツは僕のブランドのものなんですが、ちょっとあまり大きく見えてないので、また後ほど解説をしてみたいなというふうに思ってます。そしてボトムスに関してはブラックで引き締めてあげると、まあ、バランスが整いやすいかなと思いますし、あとはですね足元は今回はホワイト系のスニーカーを合わせています。まあ、全身が結構暗いトーンになりがちなので、せめて足元だけでもですね、明るい色を取り入れてあげると、少しですね、華やかさが足せるのかなというふうに思っています。まあ、このような形で、まあ、ロングコートというものを主役に持ってきながらも、適度にカジュアル感というところを、こういったパーカーだとか、シャツの重ね着で出してあげると、バランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、この着こなし、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、先ほどはですね、ステンカラーコート、少しですね、丈も長くて、身幅もゆったりめのものを着ていたかなと思うんですが、今度はですね、もうちょっと綺麗めなチェスターコート型のものを着てみました。まあ、同じコートでも全く雰囲気が変わってくるんですが、このようなジャストサイズのチェスターコートも、大人の男性が着るにはですね、すごくハマりがいいかなと思うので、このような着こなしもぜひお試しいただければなと思ってます。まあ、先ほどのゆったりめのコートだと、内側にはですね、パーカーだとか、ゆったりサイズのニットなんかもハマりがいいんですが、割と今着てるようなジャストサイズのチェスターコートには、やはりですね、今僕が着てるようなニットが一番相性がいいかなというふうに思ってます。このコートはですね、今季のグリーンレーベルのものなんですが、内側に着ているニット、こちらはですね、
春夏の新作となるユニクロのニットなんですね。これまた今年新年一発目に出した動画で解説をしているものなんですが、まあ1月初旬ということで着こなしの中に少し明るさを出してあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、このようなですね、少し綺麗な色を差し色として使ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そして同じくですね、下にはこういったシャツを着てあげてレイヤードを楽しむとすごくバランスがいいかなと思いますし、まあ単純にですね、あったかいんですね。まあ、下に着てるのはこれまたユニクロの白のバンドカラーシャツなんですが、ライトベージュとこういったホワイトというのは相性がいいので、ぜひこの組み合わせも試してみていただければなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、グレー系のこれはヘリンボン柄のスラックスになっています。これも今季のグリーンレーベルのものなんですが、このようなネイビーとグレーという組み合わせというのはすごくバランスがいいんですね。いわゆる王道のですね、ジャケパンスタイルのネイビージャケットとグレーのスラックスという組み合わせを連想させるような色合わせなので、これもぜひ皆さんトライをしていただければなと思ってます。そして足元はホワイトレザースニーカー、まあ、先ほどと同じものですね。こういったもので明るさを足してあげると、まあ、すごくバランスがいいかなと思うので、ぜひこの着こなしもトライをしていただければなと思ってます。まあ、1月2月はですね、かなり寒くなってくるのでコートを着る機会が多いかなと思うんですが、一着だけだとどうしても単調になりがちなので、できればステンカラーコートとチェスターコート、それぞれ一着ずつ持っておくとかなり着こなしのバリエーションが広がるかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、こちらダウンをメインに使った着こなしなんですね。もう本当に1月2月はものすごく寒くなってくるので、ダウンは欠かせないアイテムかなと思うんですね。12月末ぐらいまではユニクロのハイブリッドダウンとかでもまだ大丈夫だったんですが、さすがにですね、3度とか4度ぐらいの気温になってくると、あれだとですね、ちょっと寒いんですよね。ですので本格的なダウンが一着あるといいかなと思ってるんですね。今僕が着てるものはですね、以前動画の中でも解説をしましたが、グリーンレーベルのオリジナルのダウンになってまして、少しですね、丈が長めの大人っぽい雰囲気のですね、ダウンになってるんですね。これが個人的に非常に気に入ってまして、今シーズンはよく着ているんですね。色はブラックを選ぶことで、なんだかんだでですね、着こなしの幅が楽しみやすいんですね。このダウンというアイテム自体が、やはりなんだかんだでカジュアル寄りのアイテムなので、その内側にはですね、今回はストライプ柄のシャツを着ています。一番最初のコーディネートでチラ見えしてたのがですね、まさにこのシャツなんですが、襟はバンドカラーにしてあって、少しサイズ感はゆったりめのシャツをですね、僕のブランドで作ったので、それを内側に着ています。まあ、このようなストライプ柄というのはですね、着こなしの中で華やかさも出せますし、アクセントにもなりますので、ダウンの内側に着てあげるのもすごくバランスがいいんじゃないかなと思います。まあ、ダウンさえ着てしっかりと前を閉じていれば、意外と内側に着るものはそんなに暖かくなくてもですね、僕は十分我慢できるので、このようなシャツを着ることも多いですし、あとはその下はですね、ユニクロの極暖とかを着ておけば、まず間違いがないんですね。これでも寒い場合は、このダウンとシャツの間にカーディガンですね。こういったカーディガンを挟んであげれば、まず間違いがないかなと思うので、シャツを使ったダウンのコーディネートは、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては毎回ですね、手抜きで申し訳ないんですが、ブラック系のスラックスですね。ちょっと綺麗めに振ってあげた方が僕はバランスがいいかなと思うんですね。ダウンというものがカジュアルなので、ブルージーンズみたいなカジュアルなものを合わせるよりは、ブラックのスラックスとか、あとは細身のブラックジーンズとかでもいいかなと思うので、そういったもので少し綺麗さを足してあげるとバランスがいいのかなというふうに思ってます。で、足元は見えてなくて恐縮なんですが、今度はニューバランスのスニーカーですね。グレー系のスニーカーで、この足元はちょっとこう綺麗めなスラックス調のものとカジュアルなスニーカーというところで、まあ、適度に綺麗めとカジュアルのバランスをとってあげるとすごくいいのかなというふうに思ってます。まあ、ダウンの着こなしってどうしても単調になりがちなので、この内側どんなものを持ってくるのかがすごく重要になってくるんですが、個人的にはですね、少し華やかさが出るような綺麗な色のニットか、もしくは意外と使いやすいのは、こういったストライプ柄のシャツかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、1月の大人の着こなしということで、具体的に3つのスタイルをですね、皆さんにご紹介させていただきました。どの着こなしにおいても、僕たち30代、40代の男性であれば、比較的トライしやすいようなベーシックなものだったかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お手持ちの商品の中から、今日の着こなしに近いようなコーディネートを組んでみていただければなと思っています。
一応ですね、参考程度にこちらの動画の下の概要欄に今日使ったアイテムと同じものはですね、もうなかなか売り切れてない可能性があるので、似たようなものをですね、リンク貼っておきますので、そちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、なるべく再現しやすいようなベーシックで使いやすいコーディネートをですね、どんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録と、あとは皆さんのコメントの方もですね、どしどしとお待ちしてますので、よろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。